僕にとって走ることは生活の一部で、まあ、毎日何気なくご飯を食べて寝ていろんな行動があると思うんですけど、もうそこのアクティビティ一つでもう何気なくちょっと時間できた走ろうとか、もうそれぐらい自分の生活に溶け込んでいるもの、他の人とのコミュニケーションの一部でもあるし、本当に自分にとってのこう馴染み深い生活の一つのアクティビティです。結構引きこもりがちになってしまった時期が私はあったんですけど、その時に外に出ようかなって思ったきっかけが私にとってはランニングだったんですけど、本当に5分だけでも走るだけで気持ちが軽くなったり前向きな気持ちになったり達成感が出てきたりするので、走るってもう本当に私にとってはなくてはならない心の安定剤です。